超本局。皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。サンキューです。さあというわけでこの番組は各種プラットフォームにて現在好評発売中の白木鋼鉄の X2 の最新情報をお届けしたり、素敵なゲストをお迎えして楽しく盛り上がろうという番組になっております。私 MC の一貫です。よろしくお願いします。一貫です。サンキュー。よろしくお願いします。そのノリで一貫ですか。さあそして、見たか、これが僕らの最強コンビネーションだ。はい、みんなサンキュー。僕らのってめっちゃ負けじとなっちゃった。白木鋼鉄の X2 でエロロを演じております、声優の峰田真由です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。サンキュー。あ、ほら、NHK 声優のパーソナリティーたちって言われましたね。そう、さっき、そう、さっきツイッターで告知したばっかりなんですけど。うわ、すごいですよ。もともとね、あの公式のインスタグラムがあるんですけど、あ、みんなやっぱ気づいてなかったみたいで。だから、あ、これツイッターで言った方がいいなって思って。そうなんです、まあ、後ほどね、最後に告知させていただきますので、ね、お願いしますよ。あ、一貫さん、その服楽天で買える。あ、この服。そうなんです。はあ、なんかガンボルトのゲームの中でボス戦で効果でありそうじゃない、これなんか。ね、ありそうでございますけれども。さあというわけで、あとは今日は天の声イクス2ディレクター大井さん、お願いいたします。はい、NHK 全く関係ない大井です。お願いします。引っ張るんですね。せめてぜひ見てください。よろしくお願いいたします。さあというわけで、3月10日ダウンロードコンテンツ DLC ライフルボスね、ジェイソンフラトニック配信されました。配信されました。皆さんプレイしてくださいましたか。どうですか、どうですか。ジェイソンちゃん、13日のジェイソンちゃん、行けましたか。行けました、ね、え、10日で発売ですけど、13日のジェイソンちゃん勝ったぜ、ありがとう。お、クリアしました。厚切りさんしました。厚切りさん、もうハードも倒した。お、いいですね。あ、厚切りさん、そうだ、ジェイソンだ。ジェイソン、そうですよ。そうだ、一貫さんが言ってたんですよ。そうだ、明日朝収録や。さあというわけでございまして、はい、ね、あとはね、この前回ほらブラスターマスターゼロのね話めっちゃしたじゃないですか。そうですね、たっぷりしました、ね、この DLC きっかけでですね、まあこうなんていうんですかね、やりましたよと、うんうん、ここで初めてブラスターマスターゼロやっちゃったよっていう方ってどれぐらいいますかね。確かに、うん、いかがです、いかがです。ダウンロードコンテンツから気になってね、気になっていっちゃった人いるんじゃないですか。あ、ノー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 。あ、ほら手上がってます、手上がってます。結構手上がってますね。ありがとうございます。いや、ぜひね、これを機にですね、うん、もうインティのいろんなゲームね、どしどしね、ハマってってください。なんかね、何でもどんどんコラボしていきそうだってことがなんとなく俺も最近読めた、ね、なのでこれはちょっとね、皆さんどんどんね、あのコラボで楽しんでってください。よろしくお願いいたします。さあ、このガンボルト情報局はですね、ニコニコ生放送と YouTube ライブで配信しておりますので、うん、皆さんのコメントたくさんお待ちしております。はい、皆様最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はついに本物のキリンが来るということで、スタッフが熱盛の舞でお出迎えする会社インティークリエイツの提供でお送りします。なんだキリンが来るって、キリンが来るって、ね、NHK の話ですか。 NHK の話だった。NHK の話しますか。すぐ NHK の話するの。キリン来たですよ、もう本当に、ねえ、というわけで大河の俳優来そうと言いますけどね。大河はね、俺も本当にだから NHK で収録した時にさ、行くでしょ、大河の収録と被ったことある。ないです、ないです。ない。あれ、ほら、なんだっけ、あの人いるじゃん、なんとかぞ、エリゾーさん、エリゾーさんとかは、うん、ほら収録でさ、こうトイレとかに男子だから行くじゃない、うん、で男子ってトイレ行ったら被るじゃないですか、横並びかぶり。あ、横並びで、はーはーはー、横並びかぶりがあるじゃないですか、はい、そしたらね、俺がふん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 っていう風にいつもの男子の用達をしていたら、横にすげえでっけえ男が来て、見たら、ああ、見たことあるあいつだみたいな。まだあの海老蔵じゃなかった頃ね、海老蔵の前の名前だった頃があるんです。海老蔵を襲名する前ね、その時タイが出てたよね。何でしたっけ、武蔵、あ、武蔵出てた、なんとか武蔵、宮なんとか元武蔵、ね、宮なんとか武蔵ってことはないね、宮本武蔵。なんでそこ不正にしたの。 そしたらさ、うわ、すごいな、背でかいなと思ってたら、
こう向こうもねちゃんと用を足しながら閉じろって突然言い出して、びっくりした止まるわみたいな感じでね、めっちゃびっくりした記憶がありましたね。大河の収録と被るとですね、みんなほぼ中がね、ああいう NHK トーク広がりすぎですね。そうですね今日はキリンさあ、そうしたらなんとキリンが来ますから、はい、今日はね前回のそうですよ、最後になんか次回の放送はゲストで誰々が来ますってところでさらっとね、そうなんですよ、さらっとね超重大発表をしてくれました。そうなんですよ、ね、後ほどね、後ほどということでございます。さあ、というわけでございまして、いくつ2も発売されましたので、番組見ていただいている皆さんにはですね、もう一般教養でございますけれども、白木鋼鉄のいくつのシリーズについて簡単に紹介していきたいと思います。いただきます。アームドブルーガンボルトではライバルとして、アームドブルーガンボルトソーではもう一人の主人公プレイヤーとして登場していたアキラを単独主人公としたシリーズ1作目、白木鋼鉄のイクス G アウトオブガンボルト。ブリッツダッシュによる従来のゲームを大きく上回るスピード感、多彩な X ウェポンを駆使して敵を撃破していく爽快感、さらに希望の歌姫ロラの歌う数々の楽曲が、ゲームプレイをより盛り上げる極限の 2D アクションを体感することができます。そしてシリーズ2作目となる今作では、従来の高速アクションに破壊ブレイクの快感をプラス、極限をブレイクした本格派 2D アクション、それが白木鋼鉄の X2 です。そうです。その白木鋼鉄の X2 がどういったものなのか紹介する PV を用意しましたので、来ましたか、さあどうかな、来ましたか、どうかな、みんなではご覧ください、どうぞどうぞ。 2D アクションの極限ブレイク、パワー特化のブレイクシフトにシフトチェンジ、ブラリミッターカット、白木鋼鉄の X ことアキュラ、従来の超高速アクションに新武装ブレイクホイールで破壊力が追加された。ブレイクシフトで多数の敵をブレイクするとオーバードライブが発動、オーバードライブ中はブリッツシフトでハイスピードな戦闘が可能になる。まだ終わりじゃない、希望の歌姫ロロはよりキュートにパワーアップ、ボスの攻撃を再現した X ウェポンでアキュラを支援する。私も探索のサポート頑張ります。新たな仲間ヌルの助けを借り、アキュラは元の世界へ帰還できるのか。機械と砂漠の異世界でアキュラたちを待ち受けるものと、白き鋼鉄の騎士2、2022年1月27日発売予定。パッケージ版は Nintendo Switch、PlayStation 4で同日の2022年1月27日に発売予定。パッケージ版には光源、大鳥琥珀と時の剣より DLC 来訪ボス、大鳥琥珀を内包。白き鋼鉄のイクスプラス2完全攻略本、希望の歌姫ロロが歌うボーカル CD とミュージックビデオクリップ DVD が内包された限定版も同時発売。パッケージの通常版、限定版の予約特典は書き下ろし A4 クリアファイル、各店舗の特典もチェックせよ。インティクリエイツ、発売予定、発売予定です、予定でございます。どういうこと、ね、これで何度目なんだと言わんばかりのあれでございますけれども、何回見たんだろうな、出てきましたか、あ、出てきましたか、増えてます、増えました、増えてます、増えてます、増えてる。さあ、というわけでね、ゲストをご紹介させていただきたいと思います。どうぞ。戦巫女キリン押してまいるということで、アームドブルーガンボルトギブスでキリンを演じることになりました、笹原優と申します。よろしくお願いします。優さん、どうも、優、久しぶり、優さん、お久しぶりなの、お久しぶりです、優さん、4年ぶりです、優さん、なんで正面なの、こっちあれあれ、もう4年ぶり、めちゃめちゃお久しぶりなんですよ。本当に4年ぶりなんだ。そうなんです、すげー、オリンピックイヤーみたいな感じ、オリンピック、そうですね、オリンピックです、本当オリンピックぶり、いや、会えた、会えた、前は何ですか、うん、前はアフレコで、そうです、うん、ご一緒しました。あ、それで4年ぶりなんてすごいじゃないですか。そうなんですよ、そうなんですよ、先輩でございます、一応先輩です、日慣れ仲間って書いてある、うん、そう日慣れの、ね、系列の系列の先輩でございます
はい、まさかガンボルト情報局でまたお会いすることができるとは、ね、そうなんですよ。今日はどうでしょうね、あのマスクをねつけてのあれですけど、まあキリンちゃんのミステリアスな部分と被っていいんじゃないでしょうか。かっこいい、ミステリアス要素が加わります。今日ちょっとミステリアスでね行かせていただきますね。す、はい、というわけでね、まずはこのね、ゆうちゃんのところのね、いろいろ根掘り葉掘り聞いてきますかね。あ、なんと、さあ、私自身を、ね、はい、私は初めましてですからね。どういう、よろしくお願いいたします。どういう感じかあれですから、ね、はい、まずその笹原優さん、これどういう普段は、はい、役を演じられる方なんですか。普段は、普段はでも私のなんて言うでしょう、パーソナルに近い部分というか、なんかまあ優しくて、うん、真面目で、うん、清掃で、うん、で女の子が好きで、何拾えって言ってるのかな、これ。拾えばいいのかな、なんかわかんな い、初めてだからわからない。本当に、ま、真面目にあのそういうキャラが多いような、ま、気がします。私に近しいかはわかりませんけども。ああ、そうなの、そうなの、そういうキャラが全部肯定します。なあ、ありがとう、どうもよ。全部うなずきます。先輩だからね、圧をかけていくからね。ああ、そうなの。優しくて清楚。嘘嘘よじゃないのよ。言えば言うほど嘘っぽく聞こえてくるから。スリスリじゃないのよ。さすがです先輩。やめてくれやめてくれ。いや、そうなんですよ。でもまあなんかこう結構幅は広いかもしれないです。なんか結構なんか私とちょっと異なるというか、うん、まあこう自堕落なだらーんとしたこうあんまり取り繕わないようなキャラもやってたりするんですけどね。実はキリンちゃんも珍しいキャラかもしれません。自分にとっては、はい、そうなんです。ちょっとキリンちゃんトークの時に ねまたね、うん、ちょっと深く掘り下げるの、はい、じゃあちょっとキャラクター紹介の時に行きましょう。後ほど、はい、まずね、そうそうそうだった。これみんなもあのここ拾わんのって言ってくださってるんですけど、笹原優ってね、まああのほら海外の側で見てる人は分かんないかもしれないけど、はい、俺らはこれは篠原優ですよ。そうなんですよ。何なの笹原優って。どういうこと。なんですよね、どういうことこれ。私も知りたいんですよ。本名でございます。本名なの、うん、読み方もこのまま、ママです。ママです。そうなんですか。ママなんですけど篠原じゃん。違うんですよ。そう、私もそう思って生きてきてますけど。どういうこと。え、なんか親が嘘言うなと思いながら。本当に中学校の時とかずっと篠原って呼んでた先生とかいましたから。そりゃそうでしょ。3年間ずっと先生は私のこと篠原って呼んでました。そうでしょ。笹原って分かっててもやっぱこの文字を見ちゃったら篠原って読みたくなっちゃう。そうなんですよね。笹山っていう場所もあるんですよ。場所があるんだ。笹とも、だから篠原読みの方がね、多いですよね。でも確かに、はい、うんうん、さっきびっくりしたんですけど、うん、自分のスマホであの笹原って言ったらあの漢字出てきて、お出てくるんだって思ったら、私あの自分の iPhone のユーザー辞書に登録してます。登録したのか。天才。えらい。おそらくあの4年前初めて登録した。えらい。登録した。私のために嬉しい。いや、素晴らしい。辞書1個ちゃんとね、あのそこ費やしましたから、素晴らしい。いや、ね、そうなんだよね。ちなみにこの笹原っていうのは地元とかでは多いとかそういうこと。いや、私親戚以外にお会いしたことないですね。地元がどこだっけ。地元は熊本のもうほんと市内なんですけど、なんなら市内以外でも見たことない。あ、じゃあ本当に珍しい。本当にお会いしたことない。熊本だからあるっていうわけでもない感じではある、うん、かもしれない。もしかしたら、いや、だからずっと何触れた今やばいかな。世界の秘密に触れてしまったのかもしれないな。何触れたんですか。笹原の秘密は解き明かしては、そう解き明かしてはいけなかったのかもしれない。笹原篠原問題には触れてはならぬみたいな、触れてはならぬね。もうじゃあ次の話題いきましょうか。
ゆうさんしました。そうなんですね。プロフィールについて触れていきますか。じゃあそうなんですよ。そしたらね、はい、なんかいろいろとどうなんですか、うん、特技とかにいろいろ和太鼓って、和太鼓って書いてありますね。和太鼓が、和太鼓は部活でやってました。部活、おお、部活にあるんですか。部活動で、チャッパってわからないですよね。なんかこうお茶の葉っぱ、あ、違いますね。そう、茶葉かな。その、うん、こうやってすり合わせることでシャラシャラシャラって音が鳴る、うん、なんか楽器があるんですよね。なんか、うん、吉本新喜劇で、うん、あの灰皿を叩く人いたじゃないですか。ポコポコ、はい、その方が、そのいらっしゃった方がやってたようなのをすり合わせる。わかった。わかった。作ったことありました。すごい。そう、私も小学生の頃ちょっとだけ和太鼓やってたんですよ。あ、すごい。それで確か見たことあるかも。俺もお祭りで北条太鼓っていうのはやったことがあります。皆さん、うん、じゃあもうできる。そう、できますね。ここ3人で、そうできる。こうやってました。いや、すごい。やってました。なんかこんなとこでそのやってらっしゃる方々に会えるとは、うん、まさか。太鼓仲間、太鼓の達人ですよ。皆さん、まあ達人です。リアル太鼓の達人です。それずっとやってたんですか。今もやってる。やってました。いや、今はね、今やってない。でも部活動でやってるってぐらいだから結構本格的にやってましたよね。高校の部活。そうです。高校の部活でやるの。珍しいですね。大会とかあるの。そういうのって大会もありました。あるんだ。そう、ありました、ありました。かっこよかった。なんか、まあ、私ミーハーなんで、あの衣装とかね、かっこいい女性が着てるのにやっぱ憧れちゃうんですよね、和装の。それで入りました。ビジュアルがいいからね。いや、でも分かります、かっこいいですよね。かっこいい。弓道部のあのかっこいいなとか思ったり。そういうことです。そうなんですよ。憧れましたね。形から入りますと。やってますね。いうことでございますけれども、なんか、趣味はゲームだと。ゲームということですね。そう、ゲーム。何、どういうゲームがやるんですか。もうそもそも何、子供の頃のスタートは何ですか。確かに何がきっかけで。一番最初は、うん、麻雀。大人っぽい。大人っぽいな。小学校低学年。嘘でしょ。始まりが麻雀。麻雀ゲーム。あと MMORPG、うん、あ、知ってらっしゃる方がいる。お父さんがね、うん、教えてくれたんですよ、麻雀を。あ、なるほどね。そう、父親ネタって。まだお父さんにバレてないから。うわ。そうで、あの MMORPG をやってました。野菜村かな、多分。野菜村、魔界村。違う、そうなんですよね。魔界村。麻雀からの野菜村。そういうこと。まあでもほら、俺もなんか子供の頃ポンジャン、あのあのポンジャンっていうのやってましたね。ドンジャラはやってました。ドンジャラ、うちにありました。ポンジャンやったことある人いないの。ポンジャン、あのあのポンジャン、ポンジャンはあのは、あー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 あっていうね、CM があったの。全然わかんない。知らない。全然わかんなかった。知らんだろうな。まあでも、結構いろんなジャンルやりました。ドンジャラ多いです。ドンジャラ派ですよね。ドンジャラ派だよね。うん、ほらポンジャンは。おー、すごい。世代がバレるねえ。だよ、まあ、ちなみにほら、ガンボルト来ますから、アクションゲーム。アクションゲーム、そうですね。アクションゲームやるんですか。 2D のスクロール RPG アクション、うん、多分イカちゃんっていう。イカちゃん、パソコンのゲーム。イカちゃんってどういうゲーム。やってましたね。本当にもうシンプルに、もうイカを水中のその海底を冒険するんです。イカゲーム。そう、イカゲーム。いや、イカゲームって言うとちょっと私ちょっと難しくなっちゃう。スプラトゥーンしか出てこなかった。洞窟物語の人だっけ。洞窟物語の前に捨てられた。あ、そうなんだ。そうなんですよ。スプラトゥーンじゃないのか。スプラトゥーンもやってました。やってましたもちろん。でも一巻って今いますからね、うん、スプラトゥーンに一巻ってベーシストみたいな。そうなんですか。スプラトゥーン2って書いてある、俺だから自分でエゴサで一巻ってやったらスプラトゥーン2がいっぱい出てくるから。一巻出てるんですか。俺出てないんだけど。出てくるんですよ、関連で。何の関連もない。何の関連もないね。でもいろんなゲーム、そうなんですね。ゲームはいろいろなんか配信もするあ、配信はでもそういうお仕事とかでデッドバイデイライトやったりだとかしてましたね、うん、あ、じゃあほら、ここのゲームもやってもらわないとね。やりたい、やりたい。いつもここでゲストにやってもらったりすることもあるんですよ。やりたいです、ね、ちょっと考えたいな、あれがあればできるんだけどな。
さあというわけでですね、まあ、今回、ね、この度はですね、なんとガンボルトギブスに登場する新しいキャラクターキリン、これをですね、笹原さんに演じてもらうということになったんでございます。はい、はい、よろしくお願いいたします。これですよ。もうこれがね、その前回の次回予告のところでさらっと発表されたんです。そうなんです。キリン役、キリンさん役で、ね、出ていただいて、荷が重いですそれは。でもなんかそう、前回なんか本当にさらっとなんか、あ、発表されたってなって、ね、え、これは私は今告知していいのかみたいな、ね、ちょっとね、マネージャーさんに聞いたりとかしましたけど、うん、さあこれでですね、ガンボルトは、ちなみにガンボルトってゲームは知ってました？ガンボルトは実は存じ上げておりまして、まだ知らない。そうなんですよ、ね、楽しみ。さあというわけでございまして、うん、このガンボルト情報局ね、はい、まあ、もちろんね、これゆうちゃんのファンの方も見に来て、うん、ガンボルトって何みたいな人もね、いると思います。確かに。ということでございましてですね、このガンボルトシリーズの現時点であるね、最新作のガンボルトソウ、これ発売されたのはですね、2016年8月25、もう5年半経ってるんですよ。2016年8月ですよ、これ。 その間にそのイクスが、うん、そう2作の、そうなんですよ、イクス1、イクス2リリースされました。なぜか、あれ？そう、それなのに、うん、ずっとこの番組はガンボルト情報局って名前なんです。あれ？イクスなのに、ずっとイクスの情報をバカ話してたのに名前これいっぱい出てましてですね、そうなんですよね、すごい曲数、あの歌姫として歌ってて、でも本当に PV もすげえ流してるし、だからイクス1、2合わせたらもう20曲以上、そうなんです、歌わせていただいてるんで、なのに番組はガンボルト情報局。そうなんですよ、だからガンボルトやってね、先にガンボルトじゃなくてイクスから始めて後ガンボルトやる人もね、絶対いるわけですよ。そうですよ ね、そういう人もいますでしょ、うん、でね、今日はですね、まあ、ご新規さんにはまあ予習、そしてシリーズのファンの方は復習も意味を兼ねてですね、はい、ガンボルトシリーズのこれまでを紹介していきたいと思います。改めまして、改めましてでございます。ゆうさんにもね、はい、少しお付き合いいただきたいと思います。お願いします。さあさあ、すべての始まり、アームドブルーガンボルトは2014年8月20日に任天堂 3DS のダウンロード専売ソフトとして配信されました。本格派の横スクロール 2D アクションゲームです。ハイスピードな疾走感とライン撃輪によって敵を撃破する爽快感が楽しめるというものでございます、ね、こちらのこれが第一作目でございます。ちなみに皆さんどうですか、あ、音楽も、音楽もね、はい、皆さんどんねん、うわー、懐かしいさあこれガンボルトっていうゲームをここでスタートさせたんですね。さあこれ発売日に買ったっていう人っていますか？いらっしゃった？そんな、だってこれシリーズ1作目だから、ね、すごいぞ、なんかファンがもともといっぱいいる中の2出たとかじゃない？おお、結構、結構いらっしゃる、さすがであります、結構いらっしゃる、本当にここから始まります、ね、結構ですね、本当にありがとうございます。 3DS セールの時に買ったとか言うんですね、いろんな買い方がありますけど、発売発売日購入よねとかって、すごいすごいです。さあこれ、まあ、これが第1作目でございますけども、はい、このその続編でございます。アームドブルーガンボルトソウ、爪と書いてソウです、ガンボルトとは異なる性能を持った新たな主人公アキュラをプレイアブルキャラクターとして追加をしまして、でアキュラをサポートする新歌姫ロロ、ここで追加されまして、でこれ各種パワーアップした仕上がりになっておりまして、2016年8月25日より配信しておりますね。これは、シリーズの両方が入った 3D 版のですね、パッケージ版、アームドブルーガンボルトストライカーパックもここで発売いたしました。い、これが2作目でございます。そうですね、そうガンボルト、そう、そうだったのか、そうなんです、そうなんです、ね、こういうような状態が第2回目、これ2016年8月ですもんね、でなんとですね、2016年の4月26日にですね、アームドブルーガンボルトの新作発表会を行ったんです、うん、これ渋谷の、ね、パセラというところでイベントをやったんですね、うん、これ来た人います？います、ね、そしてそこで皆さんが、ガンボルトソウを初めて、体験するという体験会があった。そうです、ね、パセラのイベントのところです、うん、パセラのイベントホール、なんていうところでしたかね、パセラの、パセラのとにかく広いところです、すげえ、なんか広いところでやりました。いらっしゃる、いました、お、結構いる、あ、発表会行ったなと、そうそうそう、
そうなんです。そしていろいろトークイベントをやったり、うん、まあ、あの歌を歌ってみたりとかいろいろあって、そこで、体験会もやったという形になっておりまして、そしてなんとそこでですね、ガンボルト情報局というものの開始もイベントで発表したということです。ここで、そうなんだ。そうなんですよ。いや、そうだった、そういうことだったんですね。ちなみにガンボルト情報局第1回は2016年5月20日に放送されたと。2016年、あらあらあら、もうこの番組もじゃ相当歴史があるんですね。確かに。でこの全てのシリーズを通しまして、魅力的な少年ヒーロー、ね、ヒロインが織りなすストーリー、クオリティの高いドット絵で描かれるキャラクター、世界観も魅力です。また歌姫によるこの20曲以上の楽曲がゲームプレイを盛り上げるという作品でございます。はい、まあ、この最初はですね 3DS のダウンロード専用ソフトから始まったこのガンボルトシリーズなんですけども、その後、Nintendo Switch、PlayStation 4、Steam などと展開していったという次第でございます。 3DS だったんですもんね。そうなんですよ、 3DS からですよ、ね。はい、そして 3DS なくなっちゃうの、これなくなっちゃうというか、ね、ショップがなくなったらもう買えないんですよ、ガンボルトね。そうなんですよ。まあ、あるならパッケージ買えるんですけどね。そうなんですよ、今のうちにちょっと買っといて、ね、そしたらゲーム選択画面でアームドブルー、ガンボルトっていう声が僕がピッと出ますから。うわー、ね、そうなんです。なんと必ず、ね、聞こえますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、そして、そしてガンボルト、ガンボルト層に登場していたアキュラを単独主人公としたシリーズ1作目の白き鋼鉄の X、うん、ジ・アウト・オブ・ガンボルトが2019年9月26日に発売されました。これも、こちらももうね2年半前になるんですよ。うわー、これアキュラが単独主人公って、はい、なんてなんですか。なんでなんですか。まあ結構ガンボルト層の時に、まあ、心残りじゃないですけど、やっぱり2人主人公を作るのは結構しんどくてですね、ちょっとまあなんかこれ1本ずつ作った方が良かったんじゃないかみたいな声もあったんで、ちょっと作ってみましたけど。あやっぱアキラくんがかっこいいからですよね。そうですよ、人気だからでしょ。天才ですから、アキラくんは。せっかくだからね。ロロあれ、ロロはい、そしてですね、その翌年に、2020年6月27日に京都で開催されたビットサミット外伝にて、ガンボルトギブスのプロジェクト始動を発表。これは発表しましたよ。私言いましたもん、特報って。お、特報、特報みたいな、すげえ。それが2020年なんですね。そして2021年3月5日に開催された NGPX、そして2021年9月2日に開催されたビットサミットでギブスの進捗をお伝えしてきたのですが、そのビットサミットにて誰も予想していなかったであろう、白き鋼鉄の X2 が発表されました。なんでそうなのです。この話聞いてますけど、僕もびっくりしました。そうですよね、大佐もびっくりした。いや、俺もびっくりした。急に作ってって言われたんですよ。急に作って、いつのタイミングでやりました。だって6月の俺特報言った記憶がありましたよ。多分だってもう撮ってる時ぐらいに、いやもうちょっと前かもしれないですけど、俺だからこれ6月に、プロジェクト発表した時に PV 出したわけですから。そうですよね。その時はだから6月中のどっかで録音したんですよ、はい。でその時はおー、とうとう出ますかみたいな収録、多分その半年前ぐらいに僕言われたんで。もう言われてんの、あ、いやいや、でも先に出す出さないみたいなこともあったのかしら。ちょっとわかんないですけどもまさかね。これはもうギブスが先に出るもんだと思って最初の PV は録音させていただいてお客さん、皆さん、そう思って最初皆さんと一緒です、みんなびっくりしてる感じですね。そもそもなんか X2 作るとは思ってなかったんですけど、ギブスが発売される前に X の2作ね発売されてます。いやもうあれはびっくりした。俺もなんでやねんって言ったな、あの時はな。そう、その X2 も先日ですね1月27日に発売されまして、そしてなんとキリンを演じられるユウさんをお迎えしてという流れでございます。いやもうガンボルトファンの皆様、本当にお待たせいたしました。いやいや、お待たせいたしました。こんな歴史があったと思うと、なんか重みが突然出てきました。なんか先に知りたかったな、この歴史。
あ、グッてなった。ずっしりされた。今誰かが言ってるけど、イクス3が出る前にはなんか、どうかな、ギブス出そうねって。もしかしたら3来るかな。まさかのここからさあ、というわけでございましたので、はい、ね、私も特報を言ってからもう2年ぐらい経ってますか、うん、ね、このガンボルトシリーズの振り返りも、うん、済ませたというところで、はい、今日の本題に行っちゃいますか。それではこちらをご覧ください。どうぞどうぞ。セプティマ反応。君はセプティマホルダーなのか。裏役者。いいえ、地流局が戦巫女キリン、押して参る。はっ、刺さった。あっ、やった、やった、やった。一番絞りはこっちから。このさ、そうなんですよ。今までの流れをこう振り返ってきてからの、ちょっと力入れてご覧くださいって言い過ぎましたかね。そう、ということでね、白木鋼鉄の X2 コラボ企画第5弾、はい、アームドブルーガンバルトギブスに登場するキリンが本編より一足早く X2 の世界にやってきます。どっちからですか。本編より先に第5弾、ようこそ3しか、3しか、4しか先に。ようこそキリンちゃん、本当に。いや、一番絞りはこちらからでございます。よろしくお願いいたします。さあ、というわけでございまして、ね、こちらのキリンについて紹介していただけますでしょうか。はい、ね、見ていただいた通り、こう見た目は割とこうね、可愛らしい、うん、こちら可愛らしい少女なんですけれども、うん、結構ね、ちょっと凛々しい表情。そうなんですよ、この表情にたがわぬ凛々しさを持っていて、強い女子です、うん、この子は。これ どこ見てんだろう、この子今。これ今ね、もう遠く、未来を見せて、ね、未来を、ね、未来を見据えております。そうなんですよ。そういう子なんですよ、本当に、うん、強い女子でありまして。そうですね、これ織田信長を討伐しようとしているわけですね、これね。キリンが来るわけですから、ね、いや、それ NHK のあれですけれども、うん、アームドブルーガンボルトギブスの世界から飛ばされてきてしまった戦巫女の少女です。あらゆる力を封印するギブスという特殊能力を持っていて、能力がギブスね。そうなんですよ、うん、ギブスの力を込めた護符と尺状を組み合わせた独自の剣術を得意としています。この持ってるやつね、これ。そうです、そうです。で、敵との戦闘中に白木鋼鉄のX2の世界に飛ばされてきちゃったみたいで。飛ばされてきた。そうなんです。アキラのことも敵の攻撃によるなんか幻影とか、うんうん、そういう幻なのかとか、そういう風に攻撃だと思い込んで、技の一種だと。そうです、敵と思って攻撃してますね。だからアキラ見た時に、くそやべえぞ、これも敵の出してきたあれやと。そうなんですよ、こいつ戦っていかなければいけないぞ。鬼滅の刃のあれみたいな、あの夢の中でずっと戦って、そうそうそう、私にはやることがあるから、こいつを倒さねばっていう信念を持ってね。鬼滅わかんない。大丈夫、決まったんない。大丈夫大丈夫。そうか、なるほど。本編前にね、X の世界に飛ばされてきてしまうと。そうなんですよ、ね、じゃあこれ、うん、DLC 大砲ボス見てたら、うん、中のギブスの世界観もちょっとだけこうやや伏線が張られてたりも、ね、ちょっとなるかもしれない、うん、ちょっとあるらしいと、うん、なるほど、ね、いうこともあるんですね。あらら、まあまあ、うん、必要に応じて出るんでしょうけど、さっきの PV でも多分皆さん聞き覚えのない単語を、ね、そうですよね、なんか次の単語がありましたけど、はい、ちょっと今回大きく、うん、わかりました、はい、これ自身はもうとにかく、じゃあこの凛々しいキャラクターなんですか、これは。
そうなんですよ、なんか、うん、あんなにこう可愛らしい見た目なんですけど、やっぱ戦ってきて、うん、背負っているものがあるので、うん、そういう強さをもう持ち合わせた女の子になっていますね。背負っているもの、そうなんですよ、強い、ほんと強い子です。あずみみたいなこの感じから見ればなんかあるんだろうな、いろいろね、うん、あるんですよね、そうですね。どうですか、これ初めての収録時のこのね、台本もらってやる時のこの感じはどうですか。お聞きしたいです。いや本当にその先ほど言ったように、うん、私がやる子の中ではやっぱこういう強い女子はあまりこうやらないことも多いので、うん、やらないことも多いというかあんまりないことが多いので、この子はものすごい珍しいがゆえに楽しかったですね。なんかこうこの子が仕上がって最終こう客観的に見た時どうなるんだろうなってちょっとこうドキドキしてた部分もあったんですけど、すごいかっこよくなりました。すごいかっこいい、かっこよかったです。なんかちょうどいいんですよ、このバランスが、うん、なんて言えばいいんでしょう、かわいいとかっこいいのこうバランスがすごくいい感じになっててよかったなって思いました。おー、 いいですね。まさにそこで笹原さんがぴったりかなと思って。あー、嬉しい、よかった。いやもう本当に、じゃあちょっと早速このキリンのゲーム見てみましょうよ。あ、見たいです、ね、見たいですね。ね、キリンゲームを、キリンビールを見てみましょう。キリンビール、ぜひ皆さんに味わっていただきましょう。スツーベース、はい、セーブ画面お願いします。お願いします。さて、はい、じゃあ、はい、これ何だ、何のシーンだ、ここ。あ、出会いというか、なんかお札みたいなのがさっき飛んできましたね。そうですね、あのガンボルトギブスのゲームシステム、セプティマホルダーなのか、まあ、ワップ切りのシステムを登場した、セプティマホルダー。この世界では能力者をそう呼ぶの？そうだよ。と、まあ、会話内容に関してはちょっと分かりません。ご用意は噛み合ってないなと。さあ、戦うぞ。斜め45度。一番しぼりちゃん、どう戦うんだ？ねえ、分かるよ。すごい分かるよね。早っ。うわ、早っ。っこれが雷帝連鎖。雷帝連鎖。お札を貼り付けた相手に瞬時にワープ。ワープしてるんですね。もう粉煙がすごいです。ブワーッ、こう貼り付けた相手にワープつける。一瞬時に力が出る。すごいな。俺が手のレベルアップの剣の。ハゲ。え、影分身みたいなのってますね。構え中にロコン使用されると、弾かれる獄門刀という攻撃でカウンターをされるんですよ。あ、カウンター。なんかかっこいい、これ。なんか、いや、DLC ボス、カウンターキャラ多いなと思って、この指揮を書いたのは、ギブスのディレクターやってる、宮沢さんなんですけど、カウンターキャラ多いんですけど、って言ったら、いや、でもカウンターでお願いしますって黙ってしまった。あ、ロードコンテンツキャラはみんなカウンターやる。いや、みんなカウンター結構多いんですやるんだ。あー、そう。うん、出会い、するみたいな。おー、なんだ、すごい。うわー、なんだ、おー、危ない危ない危ない、怖い怖い怖い。結構、他のボスに比べてもかなり手数の多い。あ、技が多い。あれ、ノロが本当に瞬間移動だから、端から端まですごいね。お、バーが赤くなった。おいおいおい、勝慎太郎が雑踏を言ってるな。おお、あ、痛い痛い。あ、痛いよ。ズル、ただのズル。ズル、痛い。ただのズル。これは避けるの大変。ノーダメージ不可能でしょう、これ。え、ほ、背景が。あれ、砂漠？あった、ここが、ああ、ここまで、ああ、ダメ。あれ、後ろの壁が。ダメージ。あれ？砂漠が。砂漠なんか最後見えましたけど。サバ、サバってましたよ。サバってましたね。サバ、サバだよね。サバじゃない？サバが見えました。サバじゃねえ。サバじゃねえ。サバじゃねえ。さあ、というわけでございまして、ね、これはすごい、何ですか、技が多い？そうですね。ね、手数の多い。手数の多い。そう、シャンゼリオンで、サバじゃねえ。これシャンゼリオンで出てる。いいじゃないですか、キリンビールとサバで。俺シャンゼリオン出てる。36割出てる。大好きでした。見てください。私が出てます。なんと。告知ありがとうございます。そうか。すごいですね。え、これじゃああれですか。なんだ。
何がもらえるんですか今回これ、はい、今回アビリティ、あ、じゃあどうしよう、画面お願いします、いけますか、あ、アビリティみたいですね、はい、うん、今回もちょっとかなりマニアックなアビリティになってしまうんですが、封印の極風、はい、ロックオンホイール攻撃時敵のヒットポイントが必ず1残るようになる、かなりマニアックな、どういうことですか、すごいなこの感じだ、はい、そうですね、一応あのガンボルトギブス の, 金 の,、うん、あの奥田の予約ダメージというシステム、まあ、ちょっと製品になるときに名前変わるかもしれないですけど、うん、あの奥田で仮ダメージを与えて剣撃で大ダメージを確定させるというシステムをモチーフにしてます、うん、なるほど、このアビリティの説明だけでクロート好きだと分かるな、ポイントを稼ぐためにやるやつ、いくらロックオンホイールは、うわー本当だー、早当たりが1ダメージです、まあ、早当たりです、わー本当だー、でこのゲーム、とどめ、エキスウェポンでとどめを刺すと、アセットを作る、エキスウェポンでとどめを刺すとボーナスが入るんですけど、はい、ただエキスウェポンは削り程度しか入らないので、はい、これで1残してすると、まあ、ハイスコアを狙いやすい、うわーなるほど、はい、これはドラゴンクエストケシケシでも欲しいあれだな、はい、ボスに対しても最後のポイントだけを1残る、はい、スキルでとどめを刺した、なるほどなるほど、ちょっと最後のフロート向けな、ちょっとフロート向けな、あ、以上です、そういう楽しみ方をしたい人用の、あのアビリティが、あ、入ってくる、ありがとうございます、なるほど、さあというわけでございましたけれども、うん、はい、ね、こちらの DLC コンテンツの紹介お願いします、はい、ゲームプレイでご覧いただいた DLC 大保ボスキリンは4月7日木曜日から価格は400円での配信を予定しております、はい、お願いいたします、はい、それではここで1曲お聴きください、何の曲だろう、ロロでコマンドプロンプトです、どうぞ、いやー、砂漠でしたね、さばってましたね、さばってました、かわいい、めっちゃかわいい、 ありがとうございます、ロロちゃんにも会いたいな、ロロちゃんね、来てください、会いたいな、おいで、さあというわけでございまして、はい、いよいよですね、告知関係のタイムでございます、うん、告知させていただきます、製品情報でございます、白き鋼鉄の X2 はダウンロード版パッケージ版のどちらも現在好評発売中でございます、先ほどの PV は発売予定となっておりましたけども、そうです ね発売中でございますのでよろしくお願いいたします、ダウンロード版はですね、 Nintendo Switch、 PlayStation 4、 PlayStation 5、 Xbox One、 Xbox シリーズ X およびシリーズ S、 Steam での配信を予定しておりましてですね、Steam はね、まあ、もう入ってますけれども、価格はですね2980円となっております、PlayStation4とプレイステーション5版はクロスバイで、 Xbox One と Xbox シリーズ X および
シリーズ S 版はスマートデリバリーに対応してますので、お手持ちのプラットフォームのサービスをうまくご利用ください。そしてパッケージ版は任天堂スイッチ、プレイステーション4の2機種での発売で、価格は通常版が3980円税込み、限定版が9980円税込みとなります。はい、パッケージ版には通常版限定版のどちらにも特典として光源大鳥琥珀と時の剣に登場する大鳥琥珀と戦うことができる DLC 来訪ボス大鳥琥珀が内包されます。はい、この DLC 来訪ボス大鳥琥珀は DLC ダウンロードコンテンツとありますが、パッケージソフト内に入っていますので別途ダウンロードしていただく必要はございません。 いつパッケージ版を購入していただいても OK です。はい、さあそして、限定版情報でございます。限定版はですね、数量限定シリアル付き銀箔推しボックスにですね、攻略本、ファミ通編集部責任編集の、シリーズ1作目白木鋼鉄の X ジアウトオブガンボルトの完全攻略、そして今作の白木鋼鉄 X2 を中盤まで攻略したダブルタイトルの攻略本、白木鋼鉄の X パーフェクトガイドプラス X2、 そしてソング CD 希望の歌姫ローロが歌う白木鋼鉄の X2 で追加された新譜のフルコーラス、ノンストップライブアレンジメドレーで収録したソング CD ロロロケ2022イメージトラックで、 DVD、希望の歌姫ロロが歌います白木鋼鉄の X2 の新譜をフルコーラスでミュージックビデオ化した DVD、希望の歌姫ロロミュージックビデオクリップスの、3つのアイテムが同梱された超豪華限定版でございます。限定版ですね限定版でございますよ。はい、数量限定生産となんとこれ購入まだしてない方、市場からなくならないうちなんとかゲットしてみてください。よろしくお願いいたします。今ゲットしないと後悔するよ。そうですよよろしくお願いします。続いてはダウンロードコンテンツのお知らせです。いっぱいあります。はい、光源大鳥琥珀と時の剣に登場する大鳥琥珀と戦うことができるダウンロードコンテンツ第1弾 DLC 来訪ボス大鳥琥珀、うん、そしてダスクダイバー2コンロン霊道に登場するヤンユモと戦うことができるダウンロードコンテンツ第2弾 DLC 来訪ボスヤンユモ、そしてブラスターマスター035の世界からやってくるジェイソン・フラドニックと戦うことができるダウンロードコンテンツ第3弾、うん、DLC 来訪ボスジェイソン・フラドニックは、うん、いずれも価格800円税込みにて現在好評配信中です。皆さんやってますでしょうか。皆さんやってますかね。そしてギャルガンダブルピースに登場するクロナーと戦うことができるダウンロードコンテンツ第4弾、うん、DLC 来訪ボスクロナーは価格400円税込みにて明日、明日か、3月24日から配信されます。明日です。あ、明日です。ね、日明けたら行きます。うん、さあそして、はい、ごめんなさい、遊んでた、ね、踊ってました。放送内でご紹介しましたダウンロードコンテンツ第5弾、DLC 来訪ボスキリンは4月7日木曜日から価格は400円での配信を予定しております。お安い。さあそして続きまして、はい、続いてですね、あーボーカルアルバムが手元にない、ロロフボーカルアルバムのお知らせです。アルバムタイトルはロロロボです。X2 のゲーム内で流れる希望の歌姫ロロの全歌曲をフルサイズで収録、うん、さらにロロレーベルのイメージ曲ロロモードとロロモードアウトロを加えた全10曲が収録されたアルバムで、価格は2750円税込みにて現在好評発売中でございます。インティークリエイツ直販サイトインティーダイレクトでも取り扱っていますので、こちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします、はい、続いてはイベントのお知らせです。2022年3月31日に開催されるニューゲームプラスエクスポ、通称 NGPX にインティークリエイツも参加します。よっしゃ、来ましたよ。ありがとうございます。331、はい、開催日時は日本時間で3月31日木曜日の24時、うん、4月1日金曜日の0時からとなっていますよ、ね、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。私が告知をするということは、あ、それもね、ニューゲームの新しいゲームエクスポですよ、これは。つまりニューゲーム、あれ、でもあれ4月1日の0時ってエイプリルフール。うわ、ちょ、待って待って、複雑だな。おいおいおい、難しい。まあまあ、ぜひぜひね、お楽しみにください。よろしくお願いいたします。さあ、というわけでございまして、私たちのお知らせもさせてくださいませ。
さあ私の、お知らせでございます。じゃ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 ん。ベベン。おお細かいすごい。あ細かい、私ね E テレとかディズニーばっかりやってますね。ざわざわ園のがんぺーちゃん今ですねざわざわ森のがんこちゃんはがんぺーちゃんと言ってね、保育園行ってますね保育園バージョンでございますのでよろしくお願いします。Y プログラミングっていうのをですねさっきのジェイソンさんが厚切ってる方がですねやってるやつでございました。私と日高のり子さんの3人での番組でございます。明日も朝一で収録です。そしてそれから来ましたねディズニーチャンネルもねいっぱい見てください。今やってるやつもおすすめですけどここに書いてあるやつ以外もですねだいたいディズニープラスでいればですねだいたいいっぱい出てます。よろしくお願いします。いろ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 やってます。あとですね漫画バラエティゲッチメっていう番組やってまして、今まで250人ぐらい漫画家さん出てもらってますね。漫画家さんによるテレフォンショッキングみたいな感じでですねいろいろとやってますのでよろしくお願いします。あシャンゼリオンもぜひ見てくださいねシャンゼリオン超高戦士シャンゼリオン確か36話に私がですねずっとちゃんと顔も出てる状態で出てますけれども、なんと私この一巻という名前を本名は新しい井戸一貫くで新井一貫なんですけれども、その名前でまあメディアでやった最後の仕事がシャンゼリオンですね。だから新井一貫で出てますのでその漢字を見つけてください。まあツイッターなどなどあと YouTube チャンネルもやってます。サンプラザ中野くんの YouTube チャンネルも私ディレクションで入っていたりして自分も出てますので、あと女子プロレスラー井上貴子ちゃんタカコちゃんチューブっていうのもですね私のディレクション入ってたり、出てたりしますんでよろしくお願いします。さあそしてね舞台があります。演出もちょっと関わってますけれども、コート築地物が寿司物語100年の絆、脚本はですね極戦とか1リットルの涙とか花咲前が黙ってないとか、ね、江頭道枝さんが、書き下ろしてくださいます。台本でですね私出演とメインのキャストで演出補佐も出てですね築地のブリストホールっていうところで、5月11日から15日やってます。よろしくお願いします。そして漫画があります。私漫画を連載してます。ね、ボルテージビューティフルなんだピッコバにて連載中でございます。私原作でですね一巻というところにこう書いてありますんで、はい、ぜひともこれはいいねをね、ハートマークは1話につき10個押せるので、ね、よろしくお願いします。そうです皆さん10巻分かってますね。これ必ずノルマでございますから皆さん、ね、ノルマでございますので皆さんよろしくお願いいたします。さあそして続きまして、はい、私は、はい、アニメジャパンに、出ますので、はい、朝です。お朝から10分からエキゾチックステージ、温泉さんのエキゾチックステージ、そして11時10分からシャドウハウスのステージに出させていただきます。ぜひご覧ください。あお願いします。で一応ねツイッターやってるよなんか恒例行事だって聞いたから書いときましたそれね、はいということで、ね、よろしくお願いします。笹原優笹原って感じか。そうですね、間違わないよね。私先ほどフォローさせていただきました。あ私もじゃあフォローします。さっき言ったけど、はい、まあ、実は私は気づかれずにフォローしてたんですけど、いつ気づくかなって思って今日まで気づかなかったから、これは気づかないやつだぞ。4年ぶりだったんで、なんか勝手にフォローしていいのかなっていう後輩すげえわかるよ、後輩心。いやすげえわかる。でも私もちゃんとなんていうの、勝手に見てたけどフォローちゃんとしたのはこの放送が決まってたからだから安心して。なるほど。安心して大丈夫、ね、1週間ぐらいで大丈夫。そうだ、まだ1週間は大丈夫です。そう大丈夫、セーフです。1週間はセーフ、皆さん1週間はセーフです。1週間セーフです。はい、じゃあ最後私からですね、はい、そうですね、先ほどツイッターでも告知させていただいたんですけれども、うん、明日が変わるトリセツショーという番組、 NHK の総合テレビにて、うんうん、はい、放送されます番組にて、コトリンキーっていう、ね、ちっちゃいフクロウの、ね、役をやらせていただくことになりました。いい、そうイラスト描かせていただきました。いい、すごっ。そうなんですよ、こちらの番組MC が石原さとみさんなんですよ。やばっ、もうね、もうねやばいね。それは VTR をこう見ながら収録もちろんするんですけど、えぐい、うらやましい。お綺麗ね。そりゃそうです。最高でございます。いいなぁ、めっちゃ好き。石原さとみさんいいなぁ、いいしかねえな。これはよろしくお願いします。4月7日日曜日からね、はい、DLC、 DLC、 あれ DLC、 DLC の日曜日、違うよ、違うよ、DLC の日だ。は
い、当日じゃん。同じ日ですけど。当日じゃん。そうですね、DLC もしてその後ぜひね、トリセツご覧いただけたらと思います。ぜひぜひ。はい、よろしくお願いいたします。そして、欠かせないですね、はい、私の、はい、しそ長でございます。しそ長しそ長ツイッターぜひね。本当にそんなに、はい、フォローしていただけたら今日ね、ゆうさんが出るっていうことで、番組見てくださってるそこのあなた、ツイッターフォローしてください。そうですよ。そんな必死か。ぜひ逆なんだよな。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、さあというわけでガンボルト情報局いよいよ終わりの時間でございますけれども、ね、今日はどうでしたか。どうでしたいやなんかあったけーなーって思いながら見てました。本当になんかこのガンボルトが好きな方が集まってて、すごいなんか学ぶことが多かったです。歴史が知れて嬉しかったです。そうだね、今回ちょっと頭から振り返りましたからね。いや本当にすごい知れて、なんかより一層キリンちゃんを見るの楽しみになりました。いや楽しみ、いや素晴らしいでございますね。ありがとうございます。ありがとうございました。さあそして皆様ここで一つ悲しいお知らせがございます。このイクス2ね、ともにですね、こう復活したこのガンボルト情報局、なんと第26回放送から本日まで一緒に番組を盛り上げていただいたダマユちゃんでございます。はい、なんと今日の放送最後となってしまいます。ありがとうございます。それは必死にもなります。それは必死にもなりますよ。始祖鳥もうここでしかも最後の始祖鳥。やめないで。最後の始祖鳥って何。最後の始祖鳥って何。終わりの始まりみたいな。いやダマユちゃん、いやまさかのこんな回だったとか。ちょっと俺やめないでやりますよ。みんなありがとう。やめないでやりますよ。私は卒業するけど、このマイクをね、マイクをこう置くところからこうね、マイクをマイクがない言い方がやめないで、あ、いいですよ、やめないで、やめないで。そうなんです。皆さんやめないで、ちょうだい、やめないで。まさかね、私のこの最終回で、新しい親の顔が見えないとは。見えなかった。いや、まさかまさかでございます。それはみんなまさかだな。結局いくつ通話ずっと親の顔だった。予定だった。発売予定だった。発売予定のまま最後を迎えるとは思いませんでした。いや今度は発売中になった時にもう一回再放送するのか。私は NHK に行きます。 NHK あれありがとう。あれれ、ね、私は普通の NHK に行きます。さあというわけでございまして、なんかね、ダマユちゃんはですね、X1 の時は第9回から第21回目で13回目やって、X2 の時は第26回から39回目14回ゲストも1回出てる。そう、私1回ゲストで出てるんですよ。そうなんです。39回中のガンボルト情報局の中で、なんとガンボルト情報局の最中に28回も出てる。39分の28出てる。やば。イクス情報局。イクス情報局。そうですよね。ガンボルト情報局なのに。言った方がいい。そう。ねえ、それもね、もうすごいんですよ。もうすごい動きましたよ。もうね、はい、プロモーションにいろんな協力をしていただきました。うん、真夏の暑い中のね、あの砂漠での真夏の早朝にね、あとワイヤーで吊られたり、一瞬だけ映ってましたね。ね、PV なんてどんだけ撮りました？PV はその X1 も合わせると1、2で全部で5個。あ、5種類も撮ってんだ。ね。ゲームショーのところ行ったりとかですね、いろんな関連配信番組、他の番組にもね、ちょっと広報担当として出てくださったり、電撃さんとかにも、はい、お世話になりまして、ね、あのゲームショー公式放送も10分というね、あれあの放送でしたけども進行もしたりとか、東京ゲームショーでも1回ライブやりましたから。すごいな。X1の方でロロライブもすごかった。ロロロ系はそうですよ。最初岐阜からねえ、暑かったね岐阜、最初が岐阜から始まって、まさかの韓国にも行きましたからね。韓国も行った、まさかの、そう、初めての海外でのお仕事がね、ロロライブだったんですよ。すごいな。すごいな、まあ、大阪にも行きましてね。で最近だとね、また渋谷でね、やらせていただきました。そうですよ。まあこれはまたやるでしょ、皆さんやるでしょ、皆さんの声ですよ。やりたい、やってほしいということがあったらもうね、動きますから、きっと。本当に勝手なことは何も言えないんですけど、本当に何も決まってるんで、やりますって言ったら大変なことになっちゃう、ね、そうなんです。というわけでちょっと改めまして、はい、ね、峰田真由さんからちょっとコメントを、ね、いただきたいと思います。皆さん、ね、ちょっと、ね、拍手ください。皆さん拍手ください。拍手、ありがとうございます。コメント、じゃあ峰田真由さんからの拍手、拍手じゃない、コメントで。
拍手しますか。違います私からの拍手受け取ってください。ね、ありがとうございます。いやもうそうですね、ガンボルト情報局もう39回中28回もすごそんなにたくさんね私出てたんだと改めて自分でもすごくびっくりしましたけども、もうそうですね、 X1 の発売が2年半も前と、そんなに前から私このね作品に携わってきたんだなってびっくりしましたけども、もう最後私から言えることはこれもう一言だけです、はい、皆さんご飯ちゃんと食べてください。なんて優しいの。ちゃんとご飯食べてちゃんと寝な。親戚のおばちゃんやん。もうダメよ。ほんとちゃんとね、もう最近またね春なのに寒くなってきたからちゃんと暖かい格好し。あれママ東京もうねまた雪降っちゃってびっくりしたよ。電話先のママ本当だよ。ママってロロママって体に気をつけて、うん、頑張るといくつ、いっぱい楽しんでください。ギブスもねそう今後ね聞く情報どんどん出てくると思いますので、ぜひぜひ皆様引き続きガンボルトよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあここで、はい、さあここで、うん、なんとダマユさん、はい、私たち番組の方からこちらちょっとあれでございます。なんか出てきた。サプライズ。ありがとうございます。ねえ見てください。どうですか。お花もらった。めっちゃいい。すごい。あらいい香り。ロロカラーのいいでしょ。花束いただきました。ありがとう。やったねロロ。しかしこれだけではございません。何これだけではございません。ちょっとそれではここにちょっとプレゼントを私どもでご用意させていただきました。なんかめっちゃでっかい。ちょっと見ていただいて。あこれでございます。ねえさあ何だろう。ぜひ開けていただきたいと思いますが、柔らかくてでっかい。じゃあ開けますね。ありがとうございます。プレゼントだなんて。大きい大きいやつだ。めちゃめちゃ大きい。柔らかさ的にはこのロロと同じぐらい柔らかいんですけど、うん、なになになに。でーん。あー待って。これヒーリング。そうでーす。すごい。めっちゃ可愛い。見てヒーリング緑だから背景ちょっと透けてる。すごい透けてるよ。背景透けてるよロロ。なんか可愛い。ちなみにこのヒーリングのこのロロクッションはですね、世界に一つしかありません。そうですよね。すごい。なんて愛されているんだ。グッズ化されてないですよね。グッズ化したものではなくて、世界に一つしかないってこと。今日この日のためにこれだけ作らせていただきました。すごい。ありがとうございます。やったー。いやーね、特注そうなんです。リバイ品です。ありがとうございます。ね、すごい。こんな素敵なプレゼントまでいただいてしまって、しかもメルカリには出さないでください。あーそっか、すぐバレちゃいますね。いやバレるんだよな。バレるとかいうレベルじゃないんだよな。ほっぺが、ね、ほっぺがピンク色だ、ね、めちゃくちゃ可愛い。 いやー可愛い。というわけでダマユさんお疲れ様でございました。ありがとうございます。ありがとうございました。というわけで、はい、さあなんと次回、そうですよ、私が次回の話をさせてください。どうなるんですか。次回の話をさせてください、うんうん、次回また放送がございます、うん、次回の放送から私一貫とそして桜川めぐさん、めぐさん、そして私野沢原優の3人でお送りします。やったそうなんですよ。引き続きガンボルト情報局をね、うん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ゆうさんとバトンタッチでございます。そうなんです、ね、つまりそういうことなんです。そうなんです。こういうことなんです。ねえ、いやそうなんですよね。3人体制でございます、うん、もう今心配、インティーに対して心配のコメントがありましたよ。3人にギャラが払えるのかと、おや大丈夫ですか。ねえ、じゃあギブスをちょっとね3人で盛り上げていくという形になるということでございます。はい、そうなのです。よろしくお願いします。ぜひぜひ引き続きよろしくお願いいたします。さあというわけで、まあこの布陣で始まりますガンボルト情報局でございますけども、はい、皆さんお待ちかねのギブスの最新情報をどしどし紹介してまいりますのでよろしくお願いいたします。そうなんですよ、ね、楽しみ。さあというわけでございまして、次回の放送は4月6日水曜日21時からということでございます。お父さんの誕生日だ。 おめでとう。おめでとうございます。お父さん
生日おめでとうございますさあというわけでございまして、皆さんまた次回の放送でお会いしましょう。アスタラビスター、ありがとうございました。